ち。あなたは生きるのよ。幾多の厳しい訓練を乗り越え、この星を救うヒーローの守護者、スカーレットガーディアンとなった若者が二人。その一人、ユイとスメラギ上等兵。そして、ナギカーマン上等兵。記念すべき門出を控えた注目の新人海抜軍2名が今まさにその実力を。ナギ、話が長い。やる気じゃん。隙あり。あら、お、時間やば。本日よりスカーレットガーディアンのナギカーマンです。よろしく。おい、寄せって。なんなの。ねえ、もしかしてあの人、嘘でしょ。続いてはこちら。本日まもなく本年度の海抜軍入隊式が行われます。お、入隊するのは厳しいサステ規定試験を乗り越えた精鋭たちです。ここで今年のスター候補をご紹介しちゃいましょう。おお、これ来ちゃうんじゃねえ俺。こちら、ユイとスメラギさんです。現ニューヒム加国評議会議長、ジョー・スメラギ氏のご子息ですね。やっぱお前か。そうなんです。建国の父を祖先に持つ華麗なる一族のホープですね。またお兄様のカイト・スメラギ氏はニューヒム加海抜軍本部長を務められています。正解への道を選ばず現場に身を置くんですね。はい。一方、気になる情報も入っています。一部関係者によると超能力の適性がかなり低いようなんです。心配ですね。両家のご子息がカイとの厳しい戦いに果たして耐えられるんでしょうかね。うわ、では続いての話題です。感じ悪。気にするなよユイト。別に俺は。能力値が低いのは事実だからね。誰が何と言おうと今日から海抜軍なんだからな。お前も俺もこの日のために頑張ってきたんじゃないか。だから大丈夫に決まってる。海抜軍になるのはお前がちっちゃい頃からずーっと思い続けてきたことなんだから。ああ、ありがとうナギ。大いにありがたく思ってくれたまえユイト君。海警報。こんなめでたい日にも降ってくんのな。海警報が発令されました。各地の出現確率は以下の通りです。消失させたのはてっぺんトリオン君一等、ブレインイーターカレン・トラバース少将です。逃がさないよ。
少将、すかさず怪異を凍結させました。すげえ、俺たちもあんなのと戦うんだな。あなたは生きるのよ。ラッキー、遅刻になんなかったな。カレン連隊長を待つんだろ。お、同期にあんな可愛い子いるんだ。ナオミ・ランドール、ナオミちゃん。隣は妹の同い年ってなってるぞ。双子か。あ、こっち見た。え、ダメよお姉ちゃん。え、ああいうのに隙を見せたらお姉ちゃん付け入られるから。もうかさねちゃん、すぐ私のこと子供扱いするんだから。ちなみに私が見てたの隣の人だよ。カイト・スメラギ本部長による訓示、全員起立。お、ユイトのお兄さんじゃん。ここに選ばれたのは高い志を持った者たちばかりだ。君たちの勇気、情熱を誇りに思う。しかしこの国は絶え間なく怪異の脅威に脅かされている。優れた超能力を生まれながらに持つスカウト組、訓練によりその能力を鍛え上げた志願組、分け隔てなく個々人の脳が持つ力を合わせなければこの苦境を乗り切ることはできない。怪異は成層圏にある断絶の帯から降ってくるということ以外多くは謎のまま。だからこそそれに対処する君たちの力が防衛の要となる。今日この日の志を忘れることなく任務に当たってほしい。今この時から諸君は総員2168名、ニューヒム加国海抜軍スカーレットガーディアンの一員だ。ナオミちゃんと話したいけど。ん？行くぞ。え？さあさあ。お前いくつだったんだ？助けてもらった時。5歳かな。その頃に海抜群にいた女性か。わ、あった。え？っておい。ナオミ・ランドール。そっちかよ。うん。名門ランドール家の長女。隣にいた妹はカサネ・ランドール。どうした？カサネちゃん、子供の頃両親を怪異に殺されたって。その後ランドール家に引き取られて同い年のナオミちゃんの妹になった。12歳の時海抜軍にスカウトされて訓練課程の首席。ナオミちゃんは5位。完全にエリート姉妹じゃん。カサネ・ランドール、ランドール家か。確か親父の就任祝いのパーティーで。はあ、なさそうだな。お前を助けてくれた人の記録は。けどユイト、一つだけ言えることがある。ん？お前はカサネちゃんな。は？ちょっと怖そうだし、俺はナオミちゃん。よかった、カサネちゃんがいつも通りで。え？ほら、今朝またレッドストリングスの夢を見たって言うから。赤い糸から、レッドストリングスから手を離さないで。その夢何なんだろう。カサネちゃんの超能力と関係あるのかな。それより私はお姉ちゃんが心配。同じ隊に配属されるかしら。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。ひどいよカサネちゃん。結局わからなかったな、ユイトを助けてくれた人のこと。ま、兄貴に聞いてもわからなかったし。ユイト、同じ隊なんだ。花火、久しぶり。え、なになに。幼馴染なんだ。花火一条、
こっちはナギ。よろしくね。よろしく。訓練の時は一度も会わなかったな。ああ、私スカウト組なの。そうだったのか。ようこそ我が瀬戸正体へ。俺は瀬戸鳴神、今日からお前たちの隊長だ。知っている通り、俺たちは今日からストラグルアームズシステム、サスでお互いの超能力を共有して戦うことになる。早速だが、直に自己紹介してもらおうか。ちなみに俺の超能力は放電だ。花火一条です。超能力は発火。よろしくお願いします。ナギカーマンです。超能力は空気操作。海抜群になるのが夢でした。ユイとスメラギです。超能力は念力。海抜群には子供の頃に命を救われました。恩返しができるように頑張ります。では現役メンバーにも自己紹介してもらおう。つぐみ。つぐみナザール。超能力は同時。この力は。まあ投資は実演すんのむずいよな。おお、有名人のユイトくん。朝からニュースはユイトのことで持ちきりだぜ。スメラギ家のお坊ちゃまが入隊するってさ。カゲロウ、お前も自己紹介をしろ。ほい隊長。567期のひよっこたち、俺はカゲロウだ。遅れてきた天才とは俺様のことだ。自称だがな。厳しいんだよこの隊長。スザクエリア上空で怪異発生の前兆現象確認。瀬戸正体、強化正体、急行してください。いきなりかよ。警戒レベル上昇、警戒レベル上昇。該当隊員は速やかに現場に急行してください。落ち着いてシェルターに向かってください。対怪異降車砲 85% を排除、残りは降下中。そういえば自己紹介がまだだったよな。俺は渡るフレイザー。超能力は精神感能、要はテレパシーだ。本部から後方支援する。瀬戸正体はポイント E、 強化正体はポイント F で怪異に対処。こちら瀬戸正体、目標を確認した。しゃあ、スカーレットガーディアンとしての力見せてやんぜ。ナギ、ユイト、お前たちは後方待機だ。援護を待て。入隊初日から死に急ぐなって。でも命令だ。了解了解。行くぞ。ま、今日のところは見学してな。志願組だったな。フォローのおかげよ。カサネちゃんすげえな。ママ。おい、これ俺が行く。ナギは応援を呼んできてくれ。だったら俺も行くって。ナギ、バカ、そんな嬉しそうな顔するな。本当は行きたくないんだからな。二人とも援護を待てって。間に合わなかったらどうするんですか。俺たちは行きません。
ナギ、お前最高。知ってるよ、そんなの。カサネちゃん、後続が来るわ。海抜群になるって、あの人みたいに。しなさい。あなた、入隊初日から死ぬ気？行くわよ。あなたは生きるのよ、カサネちゃん。ナギ無事でよかった。ナオミちゃんに助けてもらっちゃった。今日入隊したばかりのユイとスメラギ上等兵の活躍によって怪異は倒されました。スメラギ上等兵、見事な勝利でしたね。あの取材はここまでです。お願いします。嵐スプリング隊ですね。君も行きますよ。スプリング隊、本日の戦いはいかがでしたか？はい、すごく頑張りました。初日からマスコミに囲まれるとは大変でしたね。ルカ・トラバースさん、セプテントリオン君6頭の。こちらに現れた怪異に海抜群兵士が2名やられました。無理に見ない方がいいですよ。遺体には首がありません。怪異は人の脳を食べますから。脳？この時の俺たちは知らないことが多すぎた。災害みたいなものだと思っていた怪異のこと、そして怪異に脅かされている日常の裏にとてつもない陰謀が渦巻いていること。本当に滅ぼすべきは狂ったこの国だ。
何より俺が一番知らなかったのは俺自身のことだったんだ。